チャールズ・ジェイ・ギトウに撃たれた直後のジェームズ・ガーフィールド大統領とジェームズ・ジー・ブレイン・ガーフィールド大統領暗殺事件は1881年7月2日にアメリカ合衆国の首都ワシントン DC で起こった。ガーフィールドは第20代大統領としての就任から4が月足らずのこの日午前9時半にチャールズ・ジェイ・ギトウに銃で撃たれ11週間後の9月19日に死亡した。 アメリカ合衆国の大統領として暗殺された4人のうち、エイブラハム・リンカーンに次いで2人目である。ガーフィールドの死に伴い、チェスター・エアーサーが大統領を継いだ。暗殺の犯人、C.J. 議長暗殺犯チャールズ・ J. 議長は、いろいろな職業に手を出して失敗していた。進学、法律実務、集金、おないだコミュニティ、その後に、興味は政治に向かった。グラント隊、 ハンコックというユリシーズグラントを支持する演説原稿を書き、ガーフィールドが1880年の大統領選挙で共和党の指名を勝ち取った後にそれを改定してガーフィールド対ハンコックとした。ギッは講習の前でその演説を行ったことはなく、その代わりに数百部の写しを印刷したが、この演説原稿がその他の自分の行動とともに大統領選における ガーフィールドの政治的勝利に大きく貢献したと信じた。ギットーは、その重大な援助に対して、大使の職に値する報奨を受けても良いと信じ、まずは、ウィーン、続いて、パリの職を求めた。1880年の大統領選挙の間、ニューヨーク市の政府機関のあたりをうろつき回り、その努力に対する報奨を期待したが、何の益もなかった。 ギ党は依然として報酬がもらえると考えたまま、ガーフィールドが就任先生を行った翌日の3月5日にワシントンに到着し、実際にホワイトハウスに入り込み、3月8日に大統領に会って自分の演説原稿の写しを置いていった。次の2ヶ月間はワシントンを歩き回って過ごし、国務省とホワイトハウスの間を行ったり来たりし、 様々な閣僚や他の著名な共和党員に接触したが、効果はなかった。義党は金に困っており、持っている唯一の服を毎日着ていたので次第にみすぼらしくなっていたが、諦めなかった。5月13日、ホワイトハウスの待合室から締め出された。5月14日、アメリカ合衆国国務長官ジェームズ・ジー・ブレインから、直接に二度と来ないよう言われた。 お前が生きている限り二度とパリの領事の職のことを私に言うな。この接触の後でギ党は感謝の念を持たない大統領を殺すようなみが自分に指示していると心に決めた。50ドルを借金し、リボルバーを買いに行った。武器のことはほとんど知らなかったが、大口径の銃を必要とすることは分かった。44口径のブリティッシュブルドッグリボルバーで、 重波が木製か増下製かを選ぶ必要があった。増下製のものが暗殺の後で博物館に展示された時に見栄えが良いと思った。次の数週間は射撃訓練で過ごした。最初の時は反動でほとんど倒れてしまうところだった。そして大統領を付け狙い始めた。義党はガーフィールドに当てて手紙を書き、ブレインを首にすること、さもないと。 お前と共和党は災難に遭うことになると伝えた。この手紙は以前二党がホワイトハウスに送りつけた文書と同様無視された。二党は慎重に準備を続け、前もってウィリアム・シャーマン将軍にはボートから守ってくれるよう求める手紙を書き、他の手紙ではその行動が共和党の派閥間構想を沈めるために必要だと正当化した。6月はまる1ヶ月、ワシントンで ガーフィールドを追いかけて過ごした。ある時、ガーフィールドが鉄道の駅でニュージャージーのロングブランチ海岸に保養に行く妻を見送るところに、ガーフィールドは夏の休暇で7月2日にワシントンを離れることを予定していた。その日、ギトウはワシントン DC の現在は6番街北西とコンスティチューションアベニューの南西角にあった。 ボルティモアポトマック鉄道の駅で大統領を待ち伏せた。待っている間に靴を磨かせ、うろうろ歩き、タクシーの運転手に後で、刑務所に連れて行ってくれるよう頼んだ。ギ党の拳銃を描いた、当時のイラストガーフィールド大統領は母校である、ウィリアムズ大学で演説を行うことになっており、その途中で六番街の駅に来た。二人の息子ジェームズとハリーを伴っており、また、 国務長官のブレインも同行した。陸軍長官のロバート・トット・リンカーンが大統領を見送るために駅で待った。ガーフィールドはボディガードや警護特務部隊を連れていなかった。南北戦争の時のエイブラハム・リンカーンという例外はあったが、この頃までアメリカ合衆国の大統領が護衛を使うことはなかった。ガーフィールド大統領が駅に入ってくると議党は前に出て、 背後の至近距離から引き金を引いた。ガーフィールドは、おのこれは何だと叫んだ。ギトーは再度発砲し、ガーフィールドは倒れた。一発は、ガーフィールドの腕をかすめ、もう一発は、背面から腰椎に入ったが、脊髄は外れた。ギトーは拳銃をポケットに戻し、振り向いて、外で待たせていたタクシーに向かって、駅を離れたが、立ち去る前に、警官のパトリック・カーニーに取り押さえられた。 カーニーは大統領を狙撃した男を逮捕したことで興奮しており警察署に着いた後まで議党の拳銃を抑えることを失念していた。急速に集まった群衆が奴を臨時にしろと叫んだがカーニーは数ブロック離れた警察署まで議党を連行した。議党は警察に逮捕されても勝ち誇ったような言葉をどこでも繰り返しつぶやいた。私は ストールワーツの中のストールワーツだ。今やアーサーが大統領だ。この言葉で、チェスター・アーサー、あるいはその支持者が2頭を使って、犯罪を行わせたという根拠のない憶測が短期間、生まれた。ストールワーツとは、前大統領のグラントに、忠実な共和党の派閥だった。彼らは、ガーフィールドのハーフブリード派に強く対抗していた。その頃の他の多くの副大統領と同様に、 アーサーは政治的手腕や大統領への忠実さというよりもその派閥を抑えるという政治的利点のために選ばれていた。ギッはその妄想の中で共和党の二つの派閥を統合するために一撃を加えるのだと確信していた。ガーフィールドは意識があったがショックを受けており駅の上の木材橋に運ばれた。弾丸の一発は体外に止まっていたが 医者はそれを見つけられなかった。息子のジェイムズとジェームズ・ブレインは取り乱して泣いていた。ロバート・トッド・リンカーンは本当に動転しており、その父の死を思い出して、この町ではどれだけ多くの時間を悲しみの中で過ごしたことかといった。ガーフィールドはホワイトハウスに連れ戻された。医師たちは今夜は持たないだろうと告げたが、大統領は死ななかった。まだまだ意識がはっきりしていた。翌朝、 生命兆候は良好であり、医師たちは回復を期待し始めた。長いネズのワが始まり、ガーフィールドの医師たちは速報を定期的に発行し、アメリカの大衆は1881年の夏の間常に追い続けることになった。その様態は不安定だった。熱が上がったり下がったりした。ガーフィールドは固形色を胃に収めておくように努力したが、 その夏の大半はほとんど食べられず、流動食のみになった。治療を担当した医師の一人、ウィラード・ブリスガー・フィールドのシーツを取り替える、様子病人をワシントンの暑さから解放するために、海軍の技師がエアコンディショナーをこしらえた。大きな箱に入った氷の上でファンを回して冷えた、空気を病室に送った。この装置がうまく働いて、気温を20度下げることができた。医師たちは、 ガーフィールドの傷を消毒していない、汚れた指や器具で探り続け、当てずっぽうで弾丸の場所を見つけ出そうとした。アレクサンダー・グラハム・ベルは、ガーフィールドの体内に止まっている弾丸を探すという特別の目的のために金属探知機を発明したが、ガーフィールドが寝ている金属枠のベッドのためにご反応を起こした。金属のベッド枠は、この頃比較的稀なので、 この装置の誤作動の原因は当時わからなかった。7月29日、ガーフィールドは闘病中にただ一度閣僚たちと面会した。閣僚たちは医師から動揺させるようなことを議論してはならないと厳しく悟されていた。ガーフィールドは感染症のためにその数週間で病状が悪化しており、その心臓を弱らせていた。熱と激痛のためにホワイトハウスで寝たきりになっていた。 吐き気を抑えられず消化が苦痛になっていたので、200ポンド以上あった体重が135ポンドまで落ちていた。排血症と感染症が進行し、短期間幻覚を見るようになった。ガーフィールドの傷を検討する医師団9月6日、ガーフィールドはワシントンの初熱を逃れるためにニュージャージーの海岸に移されたが、これは新鮮な空気と静音さが回復を助けるかもしれないという、 淡い期待からであった。ガーフィールドは海岸や大西洋が見える窓の前にベッドの上で支えられていた。新しい感染症が進行し、狂心症の痙攣が起こった。排血症と気管支の肺炎に続いて強い心筋梗塞あるいは非動脈瘤破裂のために1881年9月19日、月曜日午後10時35分、ニュージャージー州、 ロングブランチのエルベロン地区で死去した49歳10ヶ月。狙撃から死までの80日間で行った公務は一通の犯罪者引き渡し書に署名したことだけだった。レークビュー墓地での葬儀大半の歴史家や医学の専門家はガーフィールドを治療した医師たちがもっと有能であったらガーフィールドは生き残れたと信じている。 何人かの医師は消毒していない指を傷口に入れて弾丸を探り、ある医師などはそうしているときにガーフィールドの肝臓に穴を開けた。肝臓は人体の中で再生できる数少ない器官の一つなのでこのことだけが死をもたらしたとは言えない。しかし、この医師はおそらく連鎖球菌を大統領の体内に持ち込んでおり、それが当時は抗生物質がなかったために排血症を引き起こした。 チェスター・アーサーは19日の夜にガーフィールドが死んだという知らせをニューヨークの自宅で受けた。最初にその知らせを受けた後でアーサーは私は神よ、それが誤りだと期待していると言った。しかし、電報による確認がすぐに到着した。アーサーはニューヨーク最高裁判所判事の取り仕切りで就任宣誓を行い、続いてワシントンに行く前に 弔問のためにエルベロンに向かった。ガーフィールドの遺体は、ワシントンに移され、議事堂のロタンダで2日間安置された後に、クリーブランドに移されて、9月26日に葬儀が行われた。ガーフィールド記念館にある病気等は、常に、その弁護団を悪く言うこと、長々と暗唱する、女手子で証言を形作ること、及び無作為に選んだ。 傍聴人からメモを渡されることで法的な助言をせがむことを含め裁判の間のその奇抜な振る舞いによりメディアお気に入りのようなものになった。彼はガーフィールドの殺人が神の意志であり自分は神の意志を実行する道具に過ぎないので自分は無罪と主張した裁判所でジョン・ブラウンの体裁判の間から その処刑の時まで、ギトウはワシントン DC の南東隅にあるセントエリザベス病院に居住した。ギトウの裁判は、精神異常が検討されたことでは、アメリカ合衆国でも最初の目立ったものの一つになった。ギトウは、狙撃した時は、法的に狂気であったが、現実には、医学的狂気ではないと主張し、それがギトウと弁護団の間の亀裂の大きな原因の一つとなり、 また、陪審員が二党は単に責任を逃れようとしているとみなした理由でもあった。つまるところ、二党は、釈放が近づいていると考えた後は公園旅行を、はじめ、1884年の大統領選挙には、自ら出馬する計画を積極的に立てており、それと同時に裁判を取り巻く報道合戦を楽しみ続けた。陪審員が彼の神の掲示について納得できず、 殺人罪で有罪とした時は落胆した。1882年1月25日に有罪が確定した。ギ党は控訴したが、それも棄却され、1882年6月30日にワシントン DC で公主刑になった。公主代の上でギ党は自分で書いた私は神の国に行くと題した詩を朗唱した。ギ党は当初その詩を歌う時に、 オーケストラの伴奏を要求したが、これは拒絶された。議事堂側にあるガーフィールドの記念碑、ガーフィールドの暗殺は1883年1月16日のペンドルトン公務員改革法の成立に貢献した。ガーフィールド自身が就任演説で公務員改革を要求しており、大統領としてそれがより効率的な政府を生むものと信じて指示した。公務員改革法案は、 倒れた大統領に対する記念碑的なものとして成立した。アーサーは次の1884年大統領選挙で共和党の使命をブレインに奪われ、ブレインは民主党のクロバー・クリーブランドに敗れた。ガーフィールドの意外の側を通る弔問者6番街の鉄道駅はその後取り壊された。この場所には現在、ナショナルギャラリーが建っている。ガーフィールドが撃たれた場所には、名番や、 記念の標識はないが、2ブロック先の議会議事堂の敷地南西隅にガーフィールドの記念銅像が立っている。大統領の職務遂行能力がないという問題は、処置を施されなかった。アメリカ合衆国憲法第2条第1節第6項には、大統領がその権限及び義務を遂行する能力を失った場合は、その職務権限は副大統領に帰属する。と謳っているが、 能力を失ったとはどういうことか、あるいは大統領が能力を失ったということをどう判定するかについては何も規定がない。ガーフィールドは80日間病床に横たわり、一通の犯罪者引き渡し書に署名すること以外その義務を何も果たさなかったが、19世紀の連邦政府は実質的に夏の間何が何でも閉ざしていたので、特に問題になるようなことはなかった。 ガーフィールドの闘病の間、議会は開催されておらず、大統領がすることもほとんどなかった。ブレインは内閣にアーサーが大統領職を代行すると宣言するよう示唆したが、この選択肢はアーサーを含めて権力を操作していると考えられたくはないすべてのものによって拒否された。議会は大統領が生きていて、ガーフィールドのように能力を奪われていた場合に、 どうすべきかという問題を扱ったことがなかった。そればかりか38年後になって、ウッドロー・ウィルソン大統領が率中を患って、数日間昏睡状態にあり、任期の最後の1年半は、部分的に麻痺して、片目が見えなかった時も、何もしなかった。1967年にアメリカ、また議会は、大統領の保護についても、何の手段も取らなかった。 ガーフィールドから20年後、ウィリアム・マッキンリーが暗殺された後に、議会はもともと偽殺の防止のために設立されていた、財務省秘密検察局に、大統領の警備を委託したのが初めであった。ニュージャージー州エルベロンの市民によって建てられた、ガーフィールド左官は、この町に、ガーフィールドを運ぶために特別に敷かれた鉄道に、使われたレールを使っており、現在もロングブランチに立っている。 ありがとうございます。